岩木重しは、江戸時代前期の大名。では国亀田藩三代藩主。神殿開発や、城下町の整備などを行った。官位は、地獄位下伊予か寛永営五年、二代藩主、岩木信隆の長男として誕生した。母、建成院は、真田信重の娘で、豊臣秀樹の孫であったことから、重げは、 信茂の孫で秀次の彦にあたる、唯一の大名である。寛永十一年三月二十八日、江戸幕府三大将軍、徳川家光に、おまみする。明暦二年七月二十五日、父、信鷹の隠居により、家督を相続する。同年十月十七日、江戸で発生した火事の際、火消し役を務める。同年十二月二十六日、地獄した。 伊よ神に助任する。天な元年、素行の悪さを理由に、着難、影高を感動して隠居所に遊兵した。元禄六年八月十二日、人心を惑わした都賀で配慮された八王子城住院の空山という層を預かっている。元禄九年、家臣からの声もあって、影高を赦免することにしたが、影高は、その直前に病没した。悲しみに暮れた茂高は、 千住山少年時に、供養のため念仏堂を建立したという。また、晩年には孫、秀でも拝着し、久保田藩士、佐竹義明の息子、角度を養子に迎えようとしたようである。法永元年2月18日に隠居し、秀でに家督を譲った。法永4年12月11日、死去。去年80。ABCDEFGHIJ。 亀大脇家父、ハット ABCDEF、関西重州所家府支書においては信孝は、藩主ではなく万代の存在となっている。秋田武官でも息子の重高が、岩木家の相続者という扱いになっている。これは信孝が、初代藩主、義高の叔父にあたり、下の世代から、上の世代への相続は本来寄避されていたためである。重高と対立したとも、 瞳式続編、ハット AB、顕病実録、放映録。ありがとうございます。